さて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 、ビットコインが上がっとるぞ。ということで、3万9500、ドルあたりをね、今、うようよしてるわけですけど、一気に来たね。一気に来ました。本当に。突然。で、もうこれからまあ、多分4万ドルのチャレンジをこれからして、そこからさらに上をね突き抜けていくんじゃないかなと思うんですけど、なんかね思ったの、なんかさ、まあ、ビットコインがこの上がってくると、まあテンション上がるじゃないですか。だけどさビットコインってさ、別になんかロマンないじゃないですか。正直これからなんか何百倍何千倍って短期間でいかないから、まあまあとりあえずだから、まあ、ビットコインは置いておいて、やっぱアルトコインでちょっとギャンブルしようぜっていう、まあなんかそういう気持ちになっちゃうんですけど、そんな皆さんにはぴったりな今日はね動画かなと思いますね。何を言ってるかっていうと、要はビットコインがグーンと上がるじゃん。そうするとさ、次に大体イーサが上がるのよ。で、イーサが上がると、その次に資金がどんどんビッグキャップに流れていって、で、ローキャップに流れていくのね。どんどん細かいやつに流れていくと。で、それのさ、先回りしておけば、うまくお金をさ稼げるんじゃねえかっていう、まあそういう、まあ王道なセオリーがあって、まあなんか今日はその話をしようかなと思うんだけども、まあビットコインのドミナンスもね、もうガンガン上がってるようにと。いうこと で、これがどっかで下がってくるときがあるのよね。そこでポジションを持ってないと損するよと。損というか、まあ、機械損失があるから、まあ、ちゃんと今から考えておかないといかんよねっていう話なんだけど、でもさ、どこにお金突っ込んでいくか分かんないじゃないですか。で、俺も分かんないんだけど、まあ、今日個人的に気になっているセクターの話を、ね、一個したいなと思います。それがまずゲームのセクターと、あとはあれだな、ギャンブル系の、セクターも結構これが来るんじゃないかなと思っていて、で、まあ、いくつかねそれぞれ、まあ、気に入っているところの銘柄とかも、ね、全部ちょっと紹介をしていこうかなと思います。まあ、全部は無理だけど、まあ、いくつか大きいところね紹介できたらななんて思っているんだが、まあ、1個目はねこれです。イルビーム。で、まあ、イルビームはもうね知ってる人多いと思うけども、まあ、ゲームの中でもかなり今多分一番大きいゲームなんじゃないかなと思います。で、まあ、なんか何どういう意味で大きいかっていうと、いろんな意味で大きくて、その資金調達を今までどれだけしてるかみたいな意味でもめちゃくちゃしてるし、もう何十億円とかもね調達してたりとかするし、だからこそいくつかね複数のゲームをこうさ開発できたりする余裕すらもあるっていう意味から言うと、まあなんかすぐに潰れなそうじゃないだからまあそういう意味でも安心かなっていうのと、あとさ、どれか一個でも刺されば、まあなんかうまくいきそうじゃないですか。なんで、まあそういった意味での、まあリスクヘッジ的にもいいかなとは思うかな。まああとちゃんとしたね、開発者たちも入っているから、まあいいよねということで、まあ、こういう、あれなんだけどね。音は流さない。あれでバレちゃうから。なんつうの、コピーライトされちゃうからね。結構すごい、まあプロモーションだけどね、これゲームプレイじゃないよ。ゲームプレイじゃないけど、まあプロモーションのクオリティは結構高いよねと。まあでもアートがちょっとさ、あれだよね。ちょっとなんか外国っぽいよね。日本人受けはぶっちゃけしないかなとちょっと思うけども、まあとはゆえ、まあグローバルで言うと一番でかそうなプロジェクトだからね。一応注目かなっていう感じで、まあまあ見てもらいたいんですけど自分で。でね、なんかさ、どれだけ上がるんだろうっていうところで言うとさ、まあなんかちょっといろいろ見ていくと、まあ、イルビウムってこれじゃないですか。でね、だからマーケットキャップで言うと大体今671ミリオンで、でフリーダイレクトマーケットキャップで FDB はこれが1ビリオンなんだよね。1ビリオンなんで、まあ、結構でかいよねと。まあ、ゲームの中で多分1ビリオン超えてるのって複数しかないんだけど、まあでかめだと。でさ、多分ね、アクシーってオールタイムハイの時に40ビリオンとかあったんだよね、確か。フリーダイレクトマーケットキャップで。で、ということはさ、まあアクシーと同じぐらいいけば、よ。まあアクシーと同じぐらいいって、まあ40倍ぐらいか。の
倍率になるということもあるので、今まあ6ドルじゃん、オールタイムハイの時100何十ドルとか言ってたのね。で今でも 1.7 ビリオンじゃない、まあ、だからまあアクシーと前世紀のアクシーと同じぐらいいって 3,40 倍とかが狙えるんじゃないかと。で今回はさらにゲーム系で言うと、まあ、業界として結構盛り上がると思うから、もっといくと考えると、このままずっとトップ走り切れれば、ユーザーもつききれれば結構いくかもしれないですよね。という意味ではまあちゃんと見ておく必要がある、まあ、銘柄の一つかななんてことをちょっと思いました。でもう一個はまあシュラプネル、まあ、なんかそのシューティング系とかで言うと、まあ、結構いくつかあるんですけど、まあ、シティズンコンフリクトとか、まあ、他のね系もあるんだけど、まあ、その中で言ってもまあシュラプネルは一つ頭飛び抜けてクオリティが高いかなと思います。この間まあちょっと動画にしたけどね、専用動画でしたんですけど、まあ、見てもらえればいいかなと思いますが、すごいよ、なんかね、どっかないかな、本当ね、こう普通のなんかプレイステーション5のゲームみたいな、まあ、そのくらいのクオリティのもので、でシューティング系って何がいいかっていうと、なんか言語関係ないじゃん、なんでそういう意味ではこう年齢もゲームも関係ないからユーザー層がいくらでも集まるっていうメリットがあるんですよ。だけど RPG 系って言語がさ対応してないと無理じゃないですか、プレイできないからきついんだけど、こういう系はなんかね、なんか説明がいらない系なんで、まあ、結構そういった意味ではユーザーが集まりやすいのでいいよねというところでは、まあ、シュラプネルは一つ狙いかなと。まあ、ただまあシュラプネルも結構ねいきなり出てきてマーケットキャップがでかすぎる問題があって、でこの間上場したんですけど、データが出てないぞ。ただね、マーケットキャップめっちゃでかいんですよ。なんか数百ミリオンあるので、そういう意味では、まあ、ちょっとなーって感じかな。うん。まあ、伸びると思うけど、まあ、伸びしろはどこまでいくかっていうのは、ちょっと、まあ、ちょっとハテナかな。けど、まあ、ある種安牌っちゃ安牌なのは、まあ、シュラプネルかなって感じがしますと。で、もっとなんか小さめのやつとかで言うと、まあ、なんかさ、シディウスとかは、あ、シディウスか。サイルス、なんか読み方わかんないけど、これサイルスは結構なんかグローバルでもなんか流行ってるあれですよね。でもなんかプロモもすごいなんかやっぱ高クオリティで、コミュニティも結構ねでかいですよね。でもマーケットもあったりとかあるんですけど、でこのトークンが2つあって、サイルスとセネットっていうのがあって、今で言うと、まあ、マーケットキャップが120ミリオン。で、セネットの方が21ミリオンなんで、まあ、両方取ってもまだまださ、そんなでかくないですよね。なんで、なんか、でもしかも結構コミュニティでかいんですよ。39万人とかいるからさ。39万人いて、このマーケットキャップってまあまあ安いんじゃないかな。っていう、なんとなく気がするので、これはちょっとね、個人的には、まあ、まだ伸びしろがあるんじゃないかなっていう感じするかな。はい。で、次、まあ、ちょっと気になってるのが、まあ、前から結構言ってますけど、まあ、バルカンフォージドは、結構ね、人気ですよね、今でも。なんで、まあ、これはまだまだね、伸びしろはあるんじゃないかなと思いますね。で、マーケットキャップ自体も、多分ね、PYR で見てる、くると、マーケットキャップも、まあ、でかいんだけど、150ミリオンとかでしょ？で、あとは、フリーダイルテッドマーケットキャップで300ミリオンなんで、まあ、知名度からすると、知名度は結構あるけど、まあ、マーケットキャップはそこまでないということもあるんで、個人的にはまだね、伸びしろはね、ある気がしているかな。で、オールタイムハイからしても、全然まだまだじゃないですか。もう45ドルぐらいいってるんだよね。で、今まだ6ドルとかなんで、まだ戻ってくる可能性はね、まあ、あるんじゃないかなっていう感じはするかな。なんで、まあ、ちょっとね、気になる人は、まあ、知らない人もいると思うんで、まあ、PYR 見てみてもいいんじゃないかなという気がします。はい。まあ、でもなんかさ、こういうゲームプロジェクトって、もう何十倍、何百倍とかって
行くものもたくさんあるんだけども、で、まあ、ゲームプロジェクトとか、まあね、なるべく早めに入ってやっぱ高く売りたいっていうのがあるじゃないですか。でそういう時にすごい便利なのが、特にゲーム系でいうと CD5 っていう、まあ、ローンチパッドがあって、でこれを使うとみんなでも誰でも早く入れるんですよ、投資に。で要は上場とかする前に自分が早く入れるので、まあ、安く買って高く売れるっていうのが、実現するのがこういったローンチパッドなんですけど、まあ、この CD5 っていうのは今年でいうと ROI でいうと世界で一番 ROI 高いんですよ。でそれこれがねデータなんだけど、 CD5 今年まあ19プロジェクト出して圧倒的な ROI 出してるんだよね。なんで他の結構でかいさローンチパッドとかもあるんだけど、それよりも圧倒的に CD5 はパフォーマンスがいいのだから、みんなにもおすすめできるかなと、思ってて、で、まあ、S ファンドっていうこのトークンがあって、これをたくさん持ってれば持ってるほど、そのプロジェクトに投資できる額が増える。で額が増えればもっと上がるわけじゃない。まあ、そういう仕組みになってるんだよね。でこれがティアシステムで、 S ファンドっていうのがあって、それを買ってたくさん持ってると、どれだけの、まあね、アロケーションがもらえるかっていうのが決まってくるということなんで、まあ、特にゲーム系にこだわっている、まあ、ローンチパッドで、どこで買えるかっていうと、クーコイン、まあ、ゲート対応、フロービー、まあ、バイビットやら、パンケーキスワップ、ユニスワップ、キャメロットとかね。最近、BNB だけじゃなくって、イーサリアムとアービトラムにも展開してるので、非常にね、これから新しいユーザーが入ってくるんじゃないかなと思います。で面白いね、まあ、プロジェクトがあったら、まあ、サイトに行って、これで参加をして、S ファンドをまずステークして、で、参加をするっていうのをね、やってもらえばなと思います。はい。ということで、まあなんかね、こういったプラットフォームをうまいこと使うと、まあ一般人でも、我々みたいな一般人でも、サクッとね、安く、入って、初期投資家になれるっていう意味ではいいかなという感じなんで、ぜひ見てみてください。ゲームのね、カテゴリーはまあこんな感じですけど、じゃあ他に何があるのかっていうと、さっき言った通り、カジノ系がこれから来るんじゃないかなと思うんですよね。まあこれ裸なんですけど、いろんなところでなんかその新しいカジノプロジェクトが立ち上がってるなっていうのと、っていうまあ肌感があるんですよね。で、あと結構ね、そういったコミュニティが結構でかくなってきてるっていうのもあって、まあ、いくつか紹介すると、まあ、例えばまあ一番でかいのがね、ロールビットっていうところなんですけど、これですよね。まあ、結構もともとすごい有名で、マーケットキャップのトップでも、まあ、トップ200とかに入ってるんですけどね、これは結構ね人気なのかなと。でまあ見ていくと、あもうトップ100とかに入ってんだ。そうまあ一番なんかねこのカテゴリーで言うとアンパイかなとは思っていて、まあ、今買いかっていうとちょっと微妙だけど、まあ、マーケットキャップで500ミリオンで、フリーダイリューテッドもまあ同じかぐらいなんで、まあこの業界が伸びれば、このカテゴリーが伸びればここも伸びるかなっていう感じかな。で徐々になんかこうピックアップしてきてるんですよね、価格が。なんでこの流れでまた次のブルマーケットでもうみんながちょっとユーフォリア状態になって、でもお金を投げ始めるようになったら、こういったカテゴリーが意外に盛り上がるんじゃないかなという気がするっていうのが、まあ、今回の、まあ、思ったことなんですよね。でもっと言うと、じゃあ他のチェーンとかでなんかどこのチェーンが一番盛り上がってて、そのチェーンの中でのギャンブルは何なんだと思うじゃない。で一つを個人的に思っているのが、ソラーナはこれから盛り上がると思ってるんですよ。正直イーサリアムよりも、まあ、伸びしろはあるんじゃないかなと思っていて、でそのじゃあソラーナの中で、まあ、有名なのはって言われると、まあ、ソルカジノとかは結構有名かなと思うんですよね。で一応なんか個人的には注目している銘柄かなと思うので、まあ、興味があれば見てもらえばなと思うんですけど、でちょっと見ていくと、まあ、トップ570位で、マーケットキャップが41ミリオンで、フリーダイリューテッドも130ミリオンとかなんですよ。だからまあ小さすぎず、まあ、でかすぎずで、まあ程よいかなっていう感じが個人的にはするかな、ってな感じかな。でまあ最近のパフォーマンスどうなのよっていうと、一気にこうねこの流れで上がってきてるんですよね。
なんで、まあ、特にソラーナがこれから絶対に、絶対にとは言わないけど、これから盛り上がると個人的には思っているんで、まあ、ソラーナ、これから来るなと思ってる人で、かつ、その中で伸びるカテゴリー何なんだろうっていうところで、まあ、カジノをね、興味ある人は、ここも一つの、まあなんか見、まあポイントなのかなという気がするかな。まあ、オーカとかね、ジュピターとか、まあいろんなところで取引できますよって感じかね。まあ、逆に言うと、だからすごい全然まださ、セントラル、大きい取引所に乗ってないっていうところもあるんで、まあ、そういう意味では、まだまだ期待ができるかなという感じかな。あと、それ以外はあれかな。ブロックチェーンベッツ。これも結構有名で、結構でかいところですよね。なんでまあ、カジノ系で言うと結構まあ、この3つぐらいはまあ、割と大きめなところで、個人的には注目してる銘柄かなと思いますね。で、トークンを見ていくと、ブロックチェーンベッツ。まあ、685位。で、マーケットキャップ28ミリオンで、フリーダイリテッドも28ミリオン。なんでまあ、ウルトラマイクロな感じじゃないけど、まあ、これからね、まだ伸びしろはね、あるんじゃないかなっていう気が、個人的にはしてるかな。こんな感じだね。これ、最近になって一気に上がってきたということなんで、でもそれでもまだ28ミリオンじゃない？うん、まだまだ可能性はあるんじゃないかというところですね。はい。てな感じでした。なんでまあまとめると、これからまあビットコインが来ます。でもビットコインなんてロマンないよと思ってる人もいると思うんで、まあ、こういった、まあ、ゲームとかね、あとはカジノ系とかも、いろいろ見てみるといいんじゃないかなと思います。ということで今日はねこの辺で終わりますが、ぜひいいなと思ったらいいねとチャンネル登録ベル通知押してください。ツイッターもやってるんでお願いします。ではではまた。